どうもおはようございます。藤ナッツ健でございます。さあ今日はですね、広告で見かけたミニゴルフキングというゲームやっていきたいと思います。前もねちょっとゴルフゲームやってたんですけども、なんかねこっちの方がちょっと新しいみたいです。2017年にリリースされたゲームということで割と本格的ですね。なるほど、これ引っ張あ、なるほど、モンストパターン、どんぐらいの強さだ。まあこんなもん、あー強いか、ちょっとまあ強かった。うお入った、まさかの向こう側に跳ね返ってのゴールということで、まあモンスト的なノリで、ゴルフやっていくっていう感じのね、平面のゲームっていうイメージですかね。まあゴルフゲームもいろいろありますけども、まあ平面だとね、戦略がちょっと薄くなりがちというか、戦略性というかね、その辺がちょっと薄くなりがちなんですが、まあその辺どうカバーしているのか、なんかちょっとパッと見オンラインで戦う的なノリだったんですが、本当にオンラインなのかどうなのか、その辺も含めちょっとねいろいろ見ていこうかなと思います。まあとりあえず入っていきましたね。あーこんな感じです。オンラインで、敵と戦うよってことで、まあ最初あ、おボットかと思いきやちゃんとトレーナーって出てますね。 OK です。じゃあトレーナーと、パー4でね、あなたが先に打ちます。 OK です。さっきちょっと弱かったんで、なるほど、画面切り替えて、まあ、見ることもできますよと。まあ、とりあえず穴に近づく。お入りそう。うえい、入りやした、ありがとうございます。とりあえずホールインワンですね。で相手もホールインワンしてきた場合どうなるかっていうところなんですが、何やってんのこいつ。ちょっとねトレーナー下手すぎやろ。お前ホールインワンしないと引き分けにすらならんのやけど、全くゴールを狙う気がなかったですね。まあまあチュートリアルですね。OK です。とりあえずまあこれで勝っていきましたと。で、まあ、ホーム画面を見るに、まあ、クラロワパターンですね。で、トロフィー上がっていくと、まあ、ステージ上がっていくよって感じで、結構あるな。11まである。これ割と本格オンラインゲームですね。OK です。まあ、ちょっとやり込んでいこうかなと思います。まあ、最初のプレイヤーボット説ありますけどね。もうこの顔写真のやつって大体ボット説ありますよね。まあ、でもコースがだいぶ広い。急にオンラインバトルになるとコースだいぶ広いですね。あ、ちょってやる、ちょってやるとこういう感じで、俯瞰でね広い感じでも見ることはできますよと。 OK です。このエメラルドは何なんだろうね。まあ後ほどなんかこう武器のレベルを上げる時とかに使うのかなっていう感じですけれども、惜しいですね。滑り台のところまで入れときたかったですね。こいつゴルフ知ってんのかな。ちょっとね、ゴルフを、とてもゴルフを知ってこのゲームをやっているやつとは思えないですね。ほんで顔写真を見るに二人いるけど、お前どっちなんだっていうね。お前左と右どっちのやつなんだっていう、その疑問はちょっと拭えないですね。まあまあとりあえず入れていきましょう。なるほど。滑り台入るとかなりランダムにカン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 なりますね。なんか、シューンとこうマリオみたいな感じで進むのかなと思いきや、そんな感じでもなかったです。で、こいつも、はい、入れてくる。これでまあ、引き分けになりそうな予感って感じですね。さあ、バンカーショット。これで入るんかな？届かないね。これは多分届か、でもバウンドしてもうちょい先まで行くんですね。オッケー。まあまあまあ、4打で入りそうって感じですね。さあ、同じ4打だった場合に、昔やってたゴルフゲームだと、ドラコン対決、あ、ニアピンか。ニアピン対決になってたんですけど、このゲームはどういう風に、サドンデスが行われるのか、それがちょっとね、見物だな、みたいなところはありますけど、ちょっと強さの加減わかんないですね、パター。初パターです。でもまあ、全然 OK でしたね。さあ、ちょっとこれ、多分ボットですね、相手ね。とても人間の動きと、ゴール狙う気ないからね。せめて入れて欲しかった。とりあえず、引き分けになったらどうなるのか、それちょっと見ていきたいですね。まあ、チュートリアルボットに、まあ、とりあえず勝利ですね。バーディーってこういうスペルなんですね。これ英語の勉強にもなりますね。さあ、そしてクラロワのように、でもいきなり30分。なるほど。最初はフリーで開けさせてくれますよと。クラロワとかの場合はね、だいたい5秒で開くんですけど、クリムゾン、ホーン、クローバー。ちょっと何が何やらわかんないですけど、まあ、宝箱からこうやったクラブとか出てきて、まあそれ強化していくみたいなね。もう完全にクラロワのパターンですね。OK です。パワーが上がるのか。なるほど。これはちょっとパワーが上がるので、まあクローバーを選択して、まあちょっと装備をね、変えながら。で、ステージが上がるごとにアンロックされるやつが増えていくよ、みたいな感じですね。了解しやした。ちょっとね、まあステージ上がるぐらいまでね、やっていこうかなと思います。まあとりあえずこれ僕はバーディーということなんですけど、まあコンピューターがね、もうあからさまに人間の動きじゃないですからね。顔写真は分かったけど、もう全くこう
超える気ねえだろお前。まあとりあえずねゴルフ知ってるか状態よりも、強く打てやって話でね、まあとりあえず勝っていきましたね。これでまた、ウッドチェスト、あ、まあでもこっからはちゃんと30分待たないといけないですね。なかなか初心者に厳しい感じになってますね。とりあえずちょっとあのボットじゃなくちゃんと人間と初めて当たってるなっていう感じですね。とりあえずあのステージ、なんとか2位まで来ました。ちょっとワンバンで入れていく。この辺さあどうだ。危ない。ちょっと怖かったですけど入っていきましたと。さあそして、相手がねちょっと人間なんでね多分入れてくると思うんですが、入れてきた場合引き分けなんですよね。で引き分けでニアピン対決になるのか何なのか。ノーバンで入れてきた。やりよる。さあ、ということでこれは、あ、なるほど、これあれか、ジェムの数が多い方が勝ちになるのか。なるほど、同じ打数だと、ステージ上に転がってるダイヤ、エメラルド、あれをいっぱい集めたやつの勝ちになる判定っぽいですね。なるほど、そういうゲームか。オッケーオッケー、まあ順調に来てますね。とりあえず、ステージ3まで勝ち上がりました。一回ね、ちょっとルールがまだ把握できてない時に、これ引き分けになったらジェムを多く持ってる方が勝ちになるらしく、それが分かってない時に一回負けただけで、それ以外は、ちゃんと勝ってるぞって感じですね。さあ、ちょっと、あー、ステージ変わんのか。ステージ2の時はね、もう大体コースが、2種類ぐらいだったんで、大体覚えたし、勝ち方も分かってたんですけど、ちょっとね、新しいコースになってくると、これどこで一番ジェムが集まるのかとかちょっと分かってねえから、まあね、相手は右サイドに行ったんで僕は左サイド行ってジェム集めるみたいな感じが多分ベストなんですけど、ちょっとこれ分かんないですね。なんかいろいろね、ギミックがあったりもするから、とりあえずまあこの辺かなと。くそ、相手の方が3個ほどジェムが多いんで、ちょっとこれやばいっすね。これ飛んでいきゃ多分3打、お互い3打で入れるような感じになりそうなので、おっと、そっち狙ってく。はぁ、あ、はぁはぁ、ここのプル、ああ、ちょっとライン切り忘れてた。まあ、お気になさらず。さあ、じゃあ、とりあえず、これなんか、ジャンプで飛び越えていけそうなんで、とりあえずジャンプで越えて、で、ジェム集めながら、ああ、なんか飛んだ、おぉ、危ねえ、OB になるから、あ、爆発した。何の爆発よ、俺、病院へ。こんなことある？アルバトロスですわ。これは相手もビビったでしょうにね。まあこんな奇跡もあるぞっていうことで、まあもう多分狙ってはできないですけど、入りましたね。よかったよかった。オッケー、とりあえず勝ったんでステージ4やっと解放ですね。結構時間かかっちゃいましたね。ステージ3ぐらいからちゃんと敵も強いんで、本当にね、ほぼお互いバーディーだけれどもジェムを多く取った方の勝ちみたいなゲームになりがちですね。そして、どんどんね新しいものがアンロックされていくんで戦略の幅も広がってきました。ちょっとねギリギリ届かないところまで、ボールを変えてドライバー変えてだとギリギリ届くとか、もうほんとにこうクランあるんですね。クラン結構なかった、ごめんなさい。今のところ6クランですけども、まあ俺が入れるのがそこだけってことかな。でも一定数やってる人はいるんですね。まあ実際面白い。クラロワと同じでこれやればやるだけ面白くなってくるゲームっぽいんで、ちょっとこのままだと危険ですね。パー7、あんまり聞いたことない。パー7ですね。とりあえずもうこのゲームが全然クソゲーじゃねえってことが分かって、でこれねボールとかもね、相手今相手のターンですけど、めっちゃ選んでますけど、本当にね、ちょっとバンカー思い切りいくやんこいつ。相手がちょっとちゃんと人間になってきたので、ボール選択とかクラブ選択とかをちゃんとしてくる、感じになってきました。でこれで基本的に本当引き分けになってジェムを多く取った方の勝ちみたいな勝負になることが多くなってきましたね、本当にね。ただこれパー7だからね、どうなっていくのかちょっとわからないですけども、とりあえずちょっともうこの試合をラストにして、これ以上やってしまうとね、このゲームにちょっと愛着湧いてきて、このデータ自体にね、なので、これはね、このゲームは何この雷、あ、ちょっと見たことね、いやでめっちゃ後ろ行くやん、いやめっちゃジェム集めるやんこいつ、何これ、これ傾いてんのかここ、ちょっと分からんけど、ちょっと知らんコース、あー、しかもバネあるんかい。知らんコースはやっぱちょっと不利ですね。ただ雷打たれたのは何だったんだろうか。でも燃えてるもんね。
燃えてる場合どうなるとかちょっとわからんけど、まあ、とりあえずこれジャンプして、全然飛ばん、全然飛ばないですね。なるほど、雷はなんかで、何で雷したのかちょっと全然わからんな。どうやらこれ本当に、何これ、敵がちょっとこれ下手したらボットかな、久しぶりの、ちょっと顔写真やし、ちょっとボットの可能性ありますね、マジで。ちょっとまだ色々わからないことは多いんですか。おっと、ラッキーゴール、入ったアルバトロス。ちょっとまあ奇跡的な勝利がありましたけれども、どうやらこのゲームね、普通に神ゲーっぽいですね。やればやるだけ、あのジェムをどうやって集めるかっていう、そっちのゲームですね。ゴルフというよりはジェムをどう効率よく集めるかみたいな、戦略が大きいかなっていう感じでしたね。コインラッシュちょっとわけわかんないですね。ということでございまして、今日はミニゴルフキング、やらせていただきましたけれども、まあ、本当にあのこれはおすすめできるゲームです。時間のある方ね、ぜひともやってみていただきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思った方チャンネル登録お願いします。